この動画ではキューブシリーズの紹介をしていきたいと思います。こちらから、キューブストリート、キューブストリート EX、 マイクロキューブ GX です。それでは早速各モデルのスペックについて紹介していきたいと思います。それではキューブストリートについて、紹介していきます。こちらのスペック教えてください。はい、まず、インプット端子についてですが、はい、チャンネルが2系統ございまして、1つ目が、マイクラインのチャンネル、はい、もう1つがギターインストルメントチャンネルになります。はい、マイクの方は、こちらの方にさせていただいて、音量は、こちらのボリュームで調整します。はい、でギターの方はこちらの方にさせてください。はい、ギターの方は、ゲインとボリュームで、音量の方は調節します。はい、で、両方ともですね、こちらの方音量がミックスできますので、はい、それぞれバランスを取りながら、音を出すことができます。マイクがこっち、ギターがこっちで、はい、はい、それではちょっとマイクさしてみます。こういうことで、はい、でこれがマイクのイコライザー、はい、ね、これがマイクのエフェクト、ディレイとリバーブですね。はい、マイクでよく使われるディレイとリバーブのエフェクトが入っています。はい、でこれをこうやってかけていくことによってディレイがかかったりかかなかったり、これは真ん中でリバーブとディレイが切り替わるっていう感じですか。はい、はい、リバーブ、はぁ、あぁ、あぁ、あ、綺麗にかかりますね。ありがとうございます。で、これ、セレクトでライン入力とマイク入力を切り替えれると。はい、ということですね。あぁ、はい。で、こっちにギターの、はい、を差してというか、ギターを差していただければ、はい、マイクと同時に音を出すことができます。あぁ、ということは、これ1台でストリートでも活躍できると。ということですね。はい、まあ路上とかですと、はい、ここに、オブジュアリーインプットというものがございまして、はい、バッキングの方を流すことができるので、はい、こちらと合わせることで、一人で あの演奏もできますし、それぞれ、ギタリストと、ボーカルの方分けて、こちらの一つの、アンプで、出すことができます。これって重さってどんなものですか。重さが、5.9kg、はい、5.9kg なので比較的重くなく、はい、持ち運びも、手軽にできる重量になります。はい、こちらの方では、路上の方で、使いやすく、ポイントのところも、アンプの方も、コズムアンプということで、モデリングの方も入っております。それじゃあキューブストリート EX のスペックについて教えてください。はい、まずインプットのことについてご説明します。はい、キューブストリートと違いまして、キューブストリート EX には、5系統の、チャンネルがあります。1つ目がマイクインストルメントのチャンネル、マイクギターのチャンネル、オーディオインのチャンネル、ラインインのチャンネル、そして背面にはオブジュアリーインプットという全て合わせて5系統の、チャンネルがあります。前4系統に関しましてはそれぞれ音量調節ができます。音を出していきたいと思います。これインプットはマイクにセレクト、はい、はい、はははははは、はこれあれですね、ストリートより音がいいのはパッと思うんですか。はい、ストリートよりもスピーカーがウーファーとツイーターと入っていますので、はいはい、音質の方もキューブストリートに比べ、向上しております。音量の方もですね、25W のスピーカーが、2つついておりますので、こちらの方も音量の方は、出ますので、はいはい、こちらのこちらにマイクだったりで、こっちにギターで、ここにラインインはシンセサイザーとか
はい、デジトラムとか、はい、を指してあって、同時に、音をミックスさせることができます。キューブストリート EX1 台でドラムシンセだったりギターボーカルを1台で出せると、はい、いうことですね、はい、そしてオーディオインがありますので、はい、こちらの方に、音源の方をさせていただけるとバッキングとして使用することができます。続きましてマイクロキューブ GX です。こちらは基本的にギターアンプとなっております。こちらのアンプタイプでアンプの種類を切り替えることが可能です。でこの時にマイクに設定していただければ簡易 PA マイクのスピーカーとしても使用が可能です。はぁ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 、このようにマイクのスピーカーとして使用が可能です。超絶お買い得になっております。ぜひご検討お願いいたします。下記のアドレスよりご注文いただきます。よろしくお願いいたします。